こんにちは皆さんちょっとねこれね撮るの3回目なのだからマジでいく今回はマジでいく <laughs> えっと今日のビデオね私が何を話したいかっていうとえっとですね私が日本に引っ越してきたのが去年の夏だったんです8月に引っ越してきてで今2月なんですけど、まあ、6か月半年経過しましたこの今のの今時点で私の 私が感じる「あ日本ってやっぱりこういうとこいいな」っていう部分と「あ日本がここえみたいないうところっていうのをうんとまとめてみましたこのビデオで。でキーポイントなのがねうんとまずこの私が引っ越してきてから半年今の時点で半年っていうところうんとこの先もっときュと。 考え方も変わっていったりとかするんだろうしいろんなものが見えてきたりとかするんだろうし今なんか気になってることが気にならなかったりする,のすることもあるんだと思うんですよ。で今の時点で見てその例えば引っ越してきてから2か月ぐらい経った時の日本の見方と今を比べるとまた全然違ってたりとかするから、まあ、キーポイントっていうのはキーポイントっていうのがこの今半年経って思うことっていうところ。 があともう一個がこの私の私生活の目線で見る日本だから例えばこう、ね、海外の人から見たりとか海外に住んだことある日本人の人が見るのとかなんかその私の目線とかあと日本にずっと住んでる人が人たちが見る日本を見る目線とかやっぱりみんなそれぞれじゃないだからこれは、まあ、私の日常を通しての生活の中で見る日本を どう思うう思かっていうところ、それと日本に住むのが11年ぶりで,でこの間ずっとアメリカに住んでたからこの11年前に住んでたのとあと今とっていうののこの私の見え方日本の見え方とかなんかそういったところもちょっと人とやっぱ違うしキーポイントになってくるのかなと思うんだけどもそういったこともバックグラウンドにおいてこのビデオを見ていただけたらなと思います。 こういう系のビデオを見るとさなんか日本のいいところってって言うとなんか綺麗でとか人が優しいとかさなんかね、おもてなしがいいとかなんか丁寧とかさでその逆をいくと例えばなんか市役所に行くとまだし何 あの書類のやり取りばっかりでパソコンでやることがあんまり、ね、できなくってとかさなんかそういうことって結構聞くじゃない耳に耳に全然入ってくると思うしみんな見たこともあると思うしでこれはまあ私ももちろん感じてることでなんかまあ何て言うのみんな知ってることなのねもうすでに。なんだけど私の目線から見てこの日本のあやっぱこういうとこいいなっていうのとうんこうこええって思うところを本んとね 3つ4つ上げてみました昨日の夜さ寝る前にさ旦那と喋りながらとか自分でこう考えてで3つ4つあげてみたんだけどなんでこれを、えっと、まとめてお話ししていこうかなと思います。まず1つ目なんだけどね思ってた以上になんかね子供たちの学校の先生とかあと習い事の先生とかすっごいいい <laughs> すっごいいいの。あのね あの、もう、わた、私が心配だったのは、海外でずっと子育てをしてきてて、もうあっちで育ってる。ね、傑出の子たちだったから、日本に来た時、どうなるかなっていうの、すごい心配してたんですよ。で、うんと、その自分たち以外の。子供たちに来る周りの大人っていうか、その学校の先生とか、習い事の先生とか、なんかいろいろ、いろあるじゃない。なんか、そういう大人たちは。 どういうい考え方なのかなとかどういうい感らないからうんとなんかそういうのとかどんな感じなのかなってすごく思い,思いながら引っ越してきた感じなんですね。で、うん、と一番初めの印象に思ったのはうちの真ん中の子は日本の小学校に行ってて一番下の子は日本の保育園に行ってるんだけど娘が小学校に行き始めた時とかやっぱ初めはさ彼女日本語もしゃべれないしあんまり分からないし。 うんと文化もわからないしさなんか学校の雰囲気とか,なんかもう全部すべて何もかもすべてもう彼女にも新しかったんですよ。でなんか私が私が知ってるのってさ自分がどういうふうに育ってきたことぐらいしかわからないからうんとあと友達から聞く話とかだけど私の。 年代のお友達のお子さんって結構私の子供たちより年齢、ねね、下の子とか多くてだからあんまり経験,経験している人、まあ、いるけどねでもあんまり耳にしなかったの今まで日本の小学校ってこうなんだってみたいな話あんまり聞かなかったからだから全然私も知識がなくってでまあ行き始めたじゃないですかだけどなんかあこんな先生っているんだって思ったんだけどなんかもう初めからさ 例えばフローレンス日本語わかりませんクラスに行っても何言ってるかわかりませんみたいな感じじゃないだけどさもう先生がさもうあの何にもしなくていいですよ初めはみたいなあのもうフローレンスちゃんが慣れてくれればいいからあの慣れるようなこの教室づくりというかどうなって言うのかな特別特別っていうわけではないんだけど例えばフローリーがこの気持ち的に あちょっとそれは私はできないとかさあとこう気持ち的にあーなんかちょっとすごくオーバー,オー,バーワーミングみたいな,なんかこう何うわー too much だなとかって思ったら先生も別にそんなにさやらせないやらなくていいよスローステップでいいよベイビーステップでいいよみたいなさなんかある時は娘がその体育の時間にうんともうその縄跳びとかみんなでやってたらしいのオーナーは なんだけどなんか女はも飛びたくないみたいな感じでなんか、あのー、グランドのさなんかなんていうのかな、あのー、お遊戯みたいなあるじゃないなんかプレイグラウンドみたいなところあそこでただ遊びたいとかみんながその外で飛んでる時にねクラスでっていう時も先生はさ「やら,やらなきゃダメだよみんなやってるからやらなきゃだよ」じゃないんだよねなんか私が育ってきた感覚だとさ みんんななややってるんだかからやりなさいとか、まあ、それかもうそのさ空気雰囲気がもうああもうやりたくないけど絶対にやらなきゃじゃんっていう雰囲気になってるみたいなさなんかそんな感じなのかなと思ったら先生が言うにはねあのフローレンスは体操着に着替えて外に出てきてくれることがすごいとか言ってでこんなに彼女は頑張っているから。 別にそんなにみんなと一緒のことをやらなくていいしそこにいて座ってみてくれてればいいしみたいななんかそんな感じの先生だったの。で私はラッキーなのかなとか思ってさこんなにナイスな先生に一番初めにねあの担当してもらってと思って。ね、とかまあもう数えたらキリがないんだけどすごく何て言うのかなあの昔ってさ結構根性論でさ私たちの時代の子たちは多分。 あの経験してると思うんだけど根性論でなんか「お前が頑張らないからだ」みたいな「もうちょっと頑張れるはずだ」みたいなさなんかそういう感じで育てられ,とか育てられたりとかなんかそういう感じに教えてもらわれてきたと思うんだよね。でだから私も育児してる時とかに結構根性論で喋っちゃったりとかするんだけどさでも今の子育てって結構そういう感じじゃなくってもうちょっと。 例えば本当に子供が心の中からやりたくないとかさ「行きたくない」とかさ言うんであれば「もうそんなこと言ってないで行きなさい」じゃなくてなんか「んでそう思うの?」っていうそこの根っこのところをこう何て言うのかな優しく掘り出していってみたいなねそれかもうそれが言えないバリアで何て言うのバリアしちゃってなんか「行きたくないしやりたくないし言いたくない」みたいな感じなんであればじゃあ いいよサポートしてあげるよみたいななんかね分かるなんかこの安全地帯を作ってあげるからねあなたのためにみたいなさここにいていいんだよみたいななんか分かるなんかそういう感じの相談で数じゃない今ってでなんか私はその日本の教育の仕方っていうのは自分が学校に行った時のこう感覚しか覚えてないからなんかそのそれこそフローレンスの先生にあの当たった時にあこんなになんか。 いい先生がいてこういうことを言ってくれてでいつもさみんなになんか超ナイスなこと言うわけ私結構クラス初めに1週間3週間ぐらい毎日一緒に学校に行って教室に座ってとかでなんか一緒に授業受けたりとかちょっとしてたんだけど半日とかね。なんだけどさなんか「なにおいちゃん髪の毛切った?」。すごく似似合合っっててるるじゃん、ね、みんんみななよねとかさなんかさ なんていうの、あなんか咳してるねなんか具合悪いのとかさなんかそういうのをあのこう、1対1で言うんじゃなくて結構クラスみんなにさ「こう、ねえみんな何々ちゃん髪切ってるよねー」みたいなさ「わかる?」なんか何て言うのかななんかそういうのとか私は結構好きでなんかなんていうのかなもっと褒めてあげようもっと自分の気持ちを人に伝えてあげよう自分がどう思っているかもっともっとこう分かってもらおうみたいな。 なんかそういう感じのクラス作りをしている先生というかうんなんかね本当にそうこういうこともあってこういうこともあってこういうこともあったんですって言ったのも本当にキリがないんだけどあのー、すごくなんかいい,いい先生に当たったと思ってその,そのフローレンスの気持ちをすごく汲み取ってなんか押し付けないでさやら,なくやらなきゃダメだよ 絶対にしなだよよ絶対学校来ななきゃダメだ,よなきゃダメだよみたいなさ分かるだからねフローレンスは学校にこの日本の小学校に行き始めてから全然言葉も初めしゃべれないしみんなが何言っているかも分からないし授業のスケジュールとかも初めて何も分からないんだけどでも学校に行きたくないって言った日が今まで本当に一度もなくってそれほどにこうなんかよく分かんないけど楽しいみたいな。 ね、でなんか例えばクラスとか授業とかでそれこそ体育とかあやりたくないとか彼女の中であってもそのさ先生が無理声してやらせたりとか何て言うのかなこの周りの子もそういう「何でやってないの?」みたいな雰囲気じゃないからこそ彼女も行きたくないって思わなかったんですよね。で今までこうやって来てるからすごくその先生には感謝してるしなんか「あこういう先生っているんだ」って思ったしこういう。 教育の仕方しててるんだって全部の全部の学校とかクラスとかさ多分個人の個々の個人先生次第なんだろうけどなんかあこういう教育の仕方でこういう感じなんだって思ったことがすごくなんか私はびっくりしたし嬉しかったしなんかいいなって思ったんですよねそれにプラスそのうちの一番下が行っている保育園の先生とかもさなんか。 こんな保育園デイケアがあったならもう一番初めのキャメロンから入れてたかったみたいな本当にこに私が理想と思ってた学校保育園があってでなんか例えばなんていうのかな食べ物食べ物にすごく気を使っている、うん、と無駄を出さない食べご飯の作り方例えば うんと昆布で出汁を取ってお味噌汁を作るんであればその昆布も食べちゃいますとかさなんか人参のその皮とか,なんかそういう野菜系の皮あるじゃないそういうのとかは、まあ、全部使うし取らないしあとその根っこの部分のさこの硬いところとかあるじゃんそういったところも多分出汁で取ったりとかあと細かく切ったりとかなるべくなるべくそのなんていうのかな無駄を出さないで全部食べますっていう。 感じの考え方のところなの、ね、でう,ーんとうんとねお魚は出すけどお肉は出さないところでていう人間は生まれた時から内なるドクターっていうのを持って生まれてきてる。 らしいのでその内なるドクターっていうのは例えば何か自分が病気とか風邪とかさなった時にほら薬で治すってもこれに薬に頼ってるじゃないだけど内なるドクターっていうのは自分の体でそういうのって治すことができるんだけどここを使わずにそういう外から来るものでこう治そうとするっていうふうにするとさこの内なるドクターが弱まっていくのって、ね、でそうなのと免疫が弱くなってで、うん、と体の弱い 子になっちゃうわけでその学校が信じてるのはこの内なるドクターを強くするどういうふうに強くするかっていうとまず食べ物食べ物はとても大事でその後にそに環境環境っていうのは例えばうんと冬場ね寒いじゃんからさみんな暖房とかつけて温まりたいじゃないなんだけどなんかその基本的にとりあえず厚着をしてでその手と 足は出すで動き回るっていう風にすると勝手にこの代謝が良くなってその体感温度が上がっていくとでそれをそのね冬場通して生活していればあのー、この何て言うのかな暖かいお部屋で薄着で生活しているより全然さ免疫強くなるんだってで例えばそのマラソン寒い時期にマラソンってやるじゃない昔からでそれっていうのはそのさ この肺に冷たい風を入れて体を強くしていくとかなんかそういう感じの考え方があるみたいでなんかそういうのとかをさ発信している学校だったわけでうわ超いいとか思ってすごくそういう考え方も好きだしで先生たちもガチガチしてないんだよねなんかなんかクラスでみんなでなんか卒業し卒業生に あのプレゼントを作らなきゃいけなくってでその要は,要はその在校生の子がその卒業生の子を選んで,でなんか似顔絵を作るみたいな感じだったっけでそのクラスの中でゃじゃあどの,どの子にするみたいな感じでなんか卒業生の子にのさクラスをこうやってみんなで見ながら誰にするみたいな感じで聞こうこう話してたらしいのねあのエリのクラスが。 めっちゃ近いから、あの、卒業生の子たちとかに、ね、聞こえてくるらしくって、そしたら卒業生の子たちはさ、こうつってさ、こう、だんだん、なんて言うのかな、なんか近寄ってきて、こう、なんか、ポージングじゃないんだけど、なんて言うの、なんか、あの、アピール、なんか自然にアピールとかしてきてとか言って、なんかそういうこととかがさ、こう、お便りとかで書いてあるけ うのその感覚が面白い,なていうのアピールとかしてきてですねみたいな。で,で、まあ、とりあえずこういうふうに決まりました「何々ちゃんは誰々に決まりました」みたいな感じなわけ。とかなんか感覚が面白いなんか、ね、あの体,操の体操のやり方とかもなんかさ「1234なんちゃって」「なんとかなんとか」えーと「右マッチョ左マッチョ」 みたいな、なんかズンズンみたいな感じでよく分からんけどなんかねちょっと面白いの <laughs> なんかその人間がさ自然と感じるようなこととかを響きがいいように親に話すっていうんではなくってもそのまんまダイレクトに教えてくれたりとかしてなんか,なんか気使わなくていいしさなんかすごくすごくよくってでそこのねうんと一人の保育園の先生にも言われたんだけどなんか。 なんか私がなんかこうやってこうやってな何の話してたか忘れたけどさなんか私が一人でこう先生にガタガタガタしゃ喋ってたわけよねなんか朝そうすげえなんか疲れて朝なのに疲れてさこう学校に <laughs> ほらも送ってた時での時にさ「あちょっと疲れましたね朝から」みたいな感じで言ってたらなんか先生がなんかそんなさあのー、一人で頑張んなくてもいいんだよみたいな。<laughs> いやーでもやっぱりお母さんですよねみたいなお母さんが頑張らないとですよねみたいな <laughs> 家族の中やっぱりお母さんが元気じゃないとダメですよねみたいな感じで言ったらさ「いやでもそんなこと言ってもそんなこと言い続けたらお母さん疲れちゃわない?」とか言って <laughs> なんか「疲れちゃうからさそんな頑張らなくていいよ」みたいな感じなわけなんか「あ <laughs> かるそういうこと言ってくれる保育園の先生とかいて「ナイス」みたいな。 そういうい感じを持ってますしあとすごい話この話長いんだけどさっていうのもすごいすうわーやばい日本ここ組めとかいいとて思ったんだけど習い事とかもそうだし学校とかもそうなんだけどだか自分の子供がさこの自分以外の大人の大人に囲まれてこう生活するとか、ね、そう大人に触れて生活するとかいう時って私たち親が選べるじゃん学校って結局。か例えば家買いましたでここの 地域の保育園に行かなきゃいけないですとかはあるんだけど、でもそれもさ、学校家を買うときから家をどこで買うかっていうのは選べるわけよね。で、うんとなんていうのかな、まあ、学校の雰囲気とかその時の先生ってやっぱりその時にならないとわかんないから、結局そこで私もそれこそその日本に引っ越してくるときに思ってたけど、もしまあ、やらせてみる、とりあえず行かせてみるでもしうまくいかないんであればそこで対応する。 ってていいいう考え方じじゃゃないとさ生活していけるん,じゃんこの先、ね、だからそういうふうに思ってたの。で習い事も習い事でうんとうんとまあうちの子供たち習い事結構しているんだけどうんと、ね、結構その習い事で行かせてる先生もうさなんかナイスな人多いくってさ私があのこの先生についてくると思ってるのがこのカーテンの先生なんだけど、うん、一番上の子と一番下の。 がえー、と同じ先生の空手に空手柔道に通っててでさこの先生はさうんとねまず先生自身のレッスンの仕方がもうね100%なの常に 100%120% 100なわけで私ある日さその先生のクラスに、まあ、キャメロン連れてったわけよでしたらもうそのそれキャメロンが始まる時間の1時間前にもうワンレッスンしてるんよね レッスンしてんのキャミのレッスンでまた1時間だから1時間してキャメロンのレッスンでまた1時間してでその後また1時間やってんので、ね、だからさ3時間ぶっ続きで授業をしてる先生だったっけでキャメロンと個人レッスンじゃないよそのなんかんと何人ぐらいに10人ぐらいクラスにいるのかなじゃんでさそれをさ3時間ぶっ続きやってんので私先生にさ話す機会があったから先生こんなに何時間も <laughs> あの 100%, 100から120%常に出して。 疲れなないいいんでですかみたた感じで聞いたわけでそしたらなんか「あね」って言ってこのさあのマーシャルアート系の先生たちってやっぱりさあの,あの技術を教えるっていうのもそうなんだけどマーシャルアートって結局ここじゃメンタルの部分を強くする習い事じゃないねあの絶対俺は勝つみたいなね毎日頑張って練習するそれだから鍛えられる。 あのもう体も頭も気持ちも鍛えるみたいなさ。なんかそんな感じや。で、お先生がね、あのねー、とか言って、あのー、疲れるんだけどねー、みたいな。この、みんなが頑張ってやってると、それもらっちゃってね、全然疲れないっすよね、とか言うわけよ。なんか <laughs>、<laughs> ちょっと、おもやかしいじゃねえのとか思うんだけど、でも本当に、あのー、上手にさ、 あの教える側だからさ上手にさこう疲れないように教えて,てで大事なところはねあの疲れるように教えてとかさやってバランスとってるんだろうけどほんとにあの、まあ、多分教え方が上手なんだろうね何十年も教えてるからね。なんだけどさすごく何て言うのかなその考え方がすごく私はさおいいなと思ってでうちの子たちなんてさ「こうはいやれ!」って言って「はっ,ってやるタイプじゃないわけ。 結構なんか床にゴローンとかさなんか結構なんていうのかな「おいしっかりしろ!」みたいなさもう本当にそれこそ根性論の先生で行くんであれば「お前もう出てけー!」みたいな「柔道から出てけー!」って言われちゃうタイプの子なんだけどでも。 あのキャブロンもさ休んで休まな今まで休んだことないしさ休んだとしてもちょっと具合悪かったりとかそんな感じだから今までこう行きたくねえってなったことがなくってやっぱりなんつうのかなこういう子でもなんていうの「はいやるよ早く立って頑張ってやるよ!」みたいな「はいみんなでスコアッやるよ!」みたいな感じ50回になって「肩だよみんなでちゃば!」みたいな感じでさなんかこうなんていうのかなその「お前がそうなんだから抱けないんだ!」みたいな感じの根性論で。 ケチョンケチョンにして叩き直してやるっていう感じの,もうあの教え方じゃなくってねなんか一緒にやるんだよみたいな感じお前はそのままでいいんだよ変わらなくていいんだよ俺お前のこと好きだよみたいなあのフローレンスの先生もそうなんだけどフローレンス大好きだよとか言ってくれるわけですごい好きだよお前その感じ好きだよみたいな絶対変わるねよみたいに言うんだけどでも,も頑張れよみたいなさなんかそんな感じな,のなんかもう愛情をあげつつ うんとなんかちょっとこう弱いとこ引っ張ってってみたいなさなんかそういうのすごい上手にできてる人たちが自分,だ自分の子供のさ周りにわってなんかいきなり集まってきて日本に帰ってきてからそれでねその空手の先生が一度なんか私にさこの12年育児してきてもうずっと思ってたことをさいきなりこうふっと救ってくれるような。 ことを言ってくれたに泣きそうになったことがあったんだけどその日はキャメロンを空手に連れてっててでうんとなんか空手終わった後にさなんか先生にさ先生に喋っててで「なんかすいませんね今日も床,床でなんかゴロゴロしてましたねすいません」みたいな感じに言ったわけでなんか他のさ親とかもいるじゃんで子供たち見てるじゃんでなんかたた多分他のそういうこう何人かの親で 床でさゴロンってしちゃうキャンプを見てイラッとする親っているわけなんか雰囲気で分かるのでそれとかもうんかもう本当肩身狭いっすわ」みたいなジャズリュウシャやってたら「<laughs> もう何回言ってもね」みたいな感じで,で言ってたらなんか先生がさ「あの,あのねお母さん」とか言って「もう一人であの育児とかあの頑張ろうとしなくていいですよ」っていうわけでなんか「えみたいなでなんか「いやもう今までずっとその。 旦那とと自分だけでずっと育児してきてこう他に頼れる人がいなかったしさなんかそういう目線で自分たちの子供を見てくれる人がいなかったというかだからなんかええと思ってたしな何かうんあのねあのそうやってあの例えば。 あのそのキャメロンがさ床でゴロンってなっちゃるのを見,見て親が「何やってんだのかっけ」みたいなさ「危ねえな」みたいな「俺の子が転んだらどうするんだろう」とか思う人もいるかもしんないけどそれはその人のあれだからとか言ってキャメロンはキャメロンのままで入れるだけだし、まあ、危なかったら俺も注意するしなんかそのキャメロンは毎回休まずあの練習に来てさ彼は彼のベストしてるじゃないとか言って。 だからお母さん全然キャメロンごとしないしねあのうん本んに俺も危ないと思ったら言ってるからそのままでいいんですよキャメロンはそのままでいいんですよとか言ってでなんかあのー、なんだっけお母さんもねそんなに一人であの頑張ろうとしないでもっと他頼とってくださいとか言って言うわけでなんか あのみんなでねこう育児していくっていう感じであのこういう柔道とかのね他の親とかねあと子どもたちもみんな家族みたいになってからなんかそのキャメロン自身もその友達とかになっていくとそのこう友達から学んでいってで家族みたいになっていってでなんか練習とかもすごく励んでくるしあの先生も先生でなんかなんだろうそんなに お母さんが一人で頑張って子育てしようなんて思わなくてよくってもっとこう周りに頼ってねなんか頑張りすぎないでくださいねとかって言ってくれてさうわ」みたいな <laughs> 泣かんかったけどその時なんか「うわー」こんなこと言ってくれる人いるの <laughs> と思ってさなんかこれはね今まで言われたことなかった育児しててだからすごくなんかこう今までさこうずっとなんかさっきも言ったけど 旦那と2人でなんかずっと育児してきててで引っ越しも多くってさで新しい土地に行っては知り合いを作ってみたいな、ね、感じでやってきたんだけど結局私と旦那じゃん最終的に。でだから例えばさプレイグラウントとか行って公園とか行って子供がさなんか全然知らない子を押しちゃったりとかした時に私はもう自もすごいみたいな。 私のどこの育児でこういうことをする風になっちゃったのかなみたいなさ風に思ってうどうするみたいな感じで思うこととかあったのね。なんだけどなんかそういった時もさなんかこう「お母さん一人で頑張りすぎなくていいんですよ」とか言ってあのその時そういう言葉を聞いてたら多分すごく楽になってたんだろうけど、まあ、結構ねそれは子供が小さかった時だからさ。 いい、まあ、いっぱい泣たいたりしたよ <laughs> みんなそうだと思うけどそうやってみんな育児ってしていくじゃん。だけどなんかそういう習い事とかで知り合ったさそういう道場の先生とかさそういう人がさそういうこと言ってくれるとさなんかもうみたいなねなんか頑張ろうっていう気になるからもう私その先生見つけたしもうこの先生にずっとついてこうとか思ってエリソンもお願いしますみたいな感じで今その言っている柔道エリソン一番多分年下の。 なんだけど、クラスの中で。だからさ結構やっちゃってんだけどでも先生もなんかもうさ「えそうあのー、真面目なとこありますね」みたいな「<laughs> 頑張って頑張るとこ頑張りますね」とか言ってだからそこを引っ張っていこうと思っで、今日も頑張りました」みたいな感じなわけ <laughs> 超ナイスじゃないマジで本当ににんか育児ってやっぱりさ一人でできなないいじゃないかやっぱり人に頼らないといけないいけなくってなんかそこをこう改めてこう言ってくれる人がさいるとなんかああ 嬉しいなーって思った。はい、ちょっと待って。これめっちゃ長かったでしょ。一1個目。まずまあ、これマジで,で。も言いたかったんだ。マジでオッケー。2つ目はね。今じゃあ1個いいこと言ったじゃん。だから、ちょっと 2, 2つ目はちょっとあのー、ねーって思うところなんだけどさ、ちょっと言わせていただきたい。あのね。<laughs> これ、はあ、本当に思ったんですけど、あのね。携帯とかさあのそういう系の契約の？ プランとかが複雑でなおかつ長い説明が、あのー、これはさその携帯会社とからのこういういろんな戦略なんだろうけど私ある日ね携帯の関係で、まあ、携帯の、あのー、とこ行ったんよお店行ったので店頭に行ってで「あこここうでこうで」って言ってそれじゃ,ああのじゃあここにお願いしますって座らせられたのね。 それがさそのさお店のもうコーナーの角っこのさあのなんかあの椅,子の椅子に座らせられたんだけどそこでさその担当の人としゃ喋ってたわけそしたらさまずなんかなんかちょっと不具合だかが起きてちょっと待っててくださいねみたいな感じで言われてでそこからさ私1時間待ったんよまずねお店に入ってからこうその携帯の関係のガーッと話をしてさ でそのあじゃあちょっと待って,てくださいねちょっと調べてきますねって言われるまで30分あったんだけどこの間にその携帯の契約金の話とかを全部わワーッて話されたわけでそのけそのさ説明をずっと聞いてる間さあのー、これ若い子とかさなんかわかる時間がある人とかなんかならいいんだけどなんか。 もうスパッと思った感じだとさこれアメリカ人だと絶対わけわかんねえだろうなって思ったわけ <laughs> なんかこんなにこういうプランがあってこういうプランがあってでもなんかこうでこうだからこれを一緒にしてでそうするとこの値段になってとかさなんかわかるなんかそのこの日本特有の携帯会社のこの複雑な何々会社と何々会社がなんとかかんとらでみたいなさでこのプランとこのプランってだったらこっちの方が得でみたいななんかこれを 辛抱強く座ってずっと話を聞いてさなんかうんー何これって思ったわけなんかもっと簡単にならないのかなとか思ったりなんかちょっとすげえ複雑だなと思ったわけよねでうんとそれでそのじゃあ,まあ30分ぐらいそれで喋りました「あじゃあちょっと待っててくださいねちょっと喋ってきますね」って言われてから1時間待たされたんだけどそれもさこのお店の角っこでなんかさ 空気がガンガン立ってたのか分かんないけどさすっごいなんかこう喉が渇いてきたわけでもうさ1時間待ってるからさすごいイライラしてくるじゃんだんだんとだけど他に働いてる人いるんだけどさ誰もこう何て言うのかな私が待ってるのはみんな分かってるんだけどこう何ていうの何も言ってこないなんか経過を話しても来ないしなんかもうさ逆に何で待ってるのかも分かんなくなってきたぐらいだったわけそうでなんかなんかコミュニケーションもあんまり取ってこないし なんか何のために待ってるのわからないしなんかすごい喉も渇いてきたしみたいな感じで何みたいな何か何みたいなふに思ったわけだからこの契約系、まあ、携帯会社でも限らずだよねなんかインターネットとかさ、まあ、そういうのもだ,だけどだこういった感じの特有のプラン組んだりとか説明されたりとか エステに行っったた時も同じこと思ったんだけどだから1時間ぐらいのさ枠をさ持たれてこの説明これは日本特有だと思う日本の人はちゃんと座ってずっと話を聞いて話を理解しようとするけどこれは海外の人は絶対にずっと座ってられないしさ、あのー、ずっとこの同じことの内容の説明を1時間聞くっていうのはできないだろうなってすごい思っ だからなんかう、ね、えんかもうちょっとこうわた分,かるよ分かりやすいようにしてくれてるし私たちのお金がこれだけ安くなってるんですよとかそういうのも見せたいんだろうし得感があるしで最終的に説明されてないって言われるクレームにもならないんだろうけどでも長すぎるし複雑すぎるしなんかなっていう風に私は思いました OK2、okay, つ目いくよ2つ目の2つ目のいいところね はですね、またこれもちょっとさ日本の,その学校系に関わることなんですけどあのね学校の,あのアート系特にアート系の幅が広いアートっていうのはあのほら物を作るとか書くとかさそういうアートもそうなんだけど音楽系とかさそういうのでも学校でこう幅広くやってくれるっていうところがよくってなんか。 うんと日本の小学校でよくあるのはさ例えば紙コップとストローを持ってきてくださいとか言って、ね、学校に持ってってで自分たちでこうさそれを組み合わせてなんか飛び出すものを作るとかさそういうのやるじゃん。なんかアメリカってそういうのしないからうんとすごくいいなって思っててで自分でこうクリエイティブにさ、ね、カラーしたりとかじゃカラーするんじゃなくてこういう,こうテクスチャーのあるものをくっつけてちょっとこう。 何立体感を出すとかさそういうのも子供次第じゃないいそういうところをやるのを設けてくれてるから授業の中ですごいそれはいいなって思っててであとその、あのー、音楽系のアートっていうとなんか、うん、ダンスしたりとかさあとハーモニカしたりとか、ね、なんかそこら辺のさ小さな楽器たち、あのー、海外ではないからそういう風に楽器みんながみんな楽器に触れて。 うん、結構それもさ数の多い楽器ね、うん、ピアノだけじゃなくってハーモニカとかだけじゃなくってなんか違うタイプの楽器とかにこうみんな触れる機会があってでなんかすごいそれも私はすごい嬉しいなんかアート系が結構幅広くてすごく嬉しいなと思ってるしあとジムであの体育の時間なんだけど。 アメリカのさジムの授業って結構ドッジボールとかバスケットボールとか走るとかさそういう感じなの結構楽しくやるみたいな感じだけなのねなんだけどこっちはさ違うじゃんなんか飛び,が飛び箱やるとかみんなでオーナーをやるとかなんかあのなんだっけあの鉄棒やってみるとかさ木登りするとかさなんかそういう感じの何て言うのかな幅広い 幅広くってでしかもなんかそれもそのさ小学校の先生と喋った時にさなんか跳び箱とかねスイミングとかもあのー、私たちの時は私の年代の時は跳び箱は何段跳べるまでもうずーっとテストを受けるみたいな。で何段跳ばなきゃ絶対食べみたいなことがあったわけ。で もうさすごい体の小さい小柄な感じの子がさ最後まで飛べなくってみんなで頑張れって言うみたいな感じのこととかあったんだよねスイミングでもそうなんか私うすう水泳できないんだけどできて 25m しか泳げないんだけどそれも泳げなきゃいけないテストが泳がなきゃいけないテストがあって。 25m 泳がされるみたいなもう最後の 20m から 25m までとりあえずもう「ううみたいな感じでもう泳いでないよその時もとりあえずこんな感じでさやっと着いたみたいなそういうのとかあってだけど今はなんかその水泳の時間とかもまあやってみてできなくても頑張りましたねで終わりますよみたいな感じで言ってたからえーと思ってそう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 だからなんかそういう学校の行事行事とか まあ,まあ今言ってねアート系とかそういう感じの幅が広いのがすごくいいなと思ってるんだけどでもそれをさこのアメリカに例えた時にさなんかアメリカは結構そのファンレイジングファンドレイジングするために学校のそのほらお金をさ増やしてさ外学校でやることが増えるじゃないだからなんかこの例えばカップケーキを作って学校で売るとかなんかそういう楽しいことがあったりとかあとパジャマでとか言ってこの自分の普段着てるパジャマを着て学校に行くとかさ。 なんかクレイジーヘアデーとか言ってなんか髪の毛クレイジーにしてなんか行く人とかあったりとか言ってそれもそれで楽しいんだよねそれもそれでクリエイティブで楽しいんだけどなんか、まあ、今はどっちかっていうとこの両方の文化に触れられてるから、まあ嬉しいことに幸後の,のことに両方の文化に触れることがで,できてるから日本のここうういいいところすすごいなっってて私は思っています、はい、2つ目の「えっ?」って思うところなんだけど2つの目の「えっ?」って思うところはですね私ね 今でもそうこれまもう引っ越してきた時からずーっと思ってることだけどなんか運転中車で運転してる時に結構ストレスを感じることが多いですっていうのもやっぱりさ道がさ狭いんだけど道は狭いでいいんだけどさたまにこうめっちゃ狭いんだけどさ真ん中にしっかり線が書いてあってさ「あのそういう道なんですよ」って通れますよみたいな。だけど物理的に絶対無理なわけ。この2つのつカーが行き 行,きこう行ったり来たりするような幅がないところの道って結構あるじゃん日本、ね。っていう時に譲り合いになるんだけどもそこで、あのー、譲,譲り合いが起きるんだけどさなんかなんていうのかなの例えばうんと私は結構それで行かせるどっちかっていうと行かせた方が楽じゃんだから行かせるんだけどそうするとさこっちの人後ろに待ってる人が「ら行けや早くや」みたいな感じになるわけよ。 それとかで結構ストレス感じたりとかあと引き組んでる道って結構多くないねなんかうわーすっげえグネグネしてるなみたいな道が結構いっぱいあってでそういった道もとでこうやってやっとあじゃあ大きい通り出るってなるとさこの何ていうのかな右折したいんだけどここすげえ渋滞で大通りででも自分はどうしても右折しなきゃいけないみたいな時にめっちゃこうやってさ頭先でさ行かせてください皆さん通らせてくださいみたいな,なんかそういうことしないと。 行けねえみたいな時とかあるじじゃんそういういのとか結構スストレス感じるあここ,ここ曲がりにくいとこじゃねえかみたいな今ナビに連れてこられちゃったみたいな感じで思ってで行かせてくれるかなみたいなああねえなんか分かる行けねえ行か,せて行かせてくれるんですかありがとうございますありがとうございます,いますみたいでそれでやっとそれでこっちじゃ行きますでこうやって来る人も「いいよ行っていいよ行っていいよ」みたいな <laughs>「ありがとうございます」入,れ入ってもら入れさせてもらってのそしたら今度あのこういうやつあるんじゃあのバックのライト。 あれを手持ちしなないいないいいい。とけじゃ私それも学んだこっち来たら。でさやるんだけどさこれって本当はやっちゃいけないんだよね法律的にはあれでありがとうっていうサインはあのよくないらしいんだ法律的にはやっちゃいけないことらしいんだけどもこのこのさストリートのさもう,なんていうの基本になってきてるじゃんもう日本はだからこうやってやるんだけどさなんかそれも一応長めにとか <laughs> や言ったりとかしてなんか。 海外だってさ「なんかあっ、Thank you」とか「Thank you」でよもう「Thank you」で終わ,終わるんだけど一応こうやって「ありがとうございます」すまいますって言ってこうまたもろ分かる車の中だから見えやすいようにめっちゃ頭下げすぎて「ありがとうございます」とか言ってた後にこのこのボタンを押してさまた「ありがとうございます」一緒にこうやってやる「TINTINTIN」ィンィンってやった,ゃなやったりとかしたのなんか、はあみたいな,な結構。 運転してるるスストレス感じることが多いこれは旦那も言ってた「運転はストレス結構感じること多いよね」みたいなでだからっつってじゃあ狭い道避けたいから大通り使おうとするじゃんそうさ大体結構混んでんのよ <laughs> 朝もだし夕方もだけど混むねそうでしょこれが2つ目だったじゃんでね3つ目の日本いいなっていうところですねやっぱり何でもレベチよレベチレベチって言葉を使う <laughs> レベチ何でもレベチあ、ね、これはね日本に住んでてももちろん思うんだけどなんか海外に住んでる時に日本人の人が例えばレストランを出すとかさ日本人の人がやお店が海外でやってるとかいうところの,ところのやっぱり、ね、日本人って私は思うんだけど職人気質でみんなが結構さ一つのものがあるとそれをここでステイしてないわけ。Different level に持ってける あのテクニックをみんな持ってるわけ技術を持ってるわけみんな職人さんだからもういいものをもっと良くしてやっちゃおうみたいなさ感じの,あのみんな気質を持ってるから海外に住んでる日本人がやってる料理屋さんとか日本人がやってるお店っていうのはやっぱりちょっとレベルが違くってなんか、あのー、やっぱ違うよねやっぱりいいもの出すよねみたいなっていうところがいっぱいあるわけ。で ここに住もちろん日本に住んでてもそれを感じることがいっぱいあってさなんかこの間回転寿司行ったけどなんかやっぱり回転寿司って今もう回らないじゃんあのもうゴンベアで来ないじゃん今こうなんていうのかなねあのもうヒュッて来てヒュッていなくなるみたいな感じの寿司屋じゃんかでそれ結構基本じゃんでなんかそれもさ旦那としゃべっててさなんかやっぱりこの昔は こうゴンベアに乗ってさ店う店中を1日回ってる寿司があったりとかねでもこれってさよく考えてみたらさあれよねあのー、まず寿司が質も落ちるかう,うまくねえしだしこの回っているこの電気代ももったいないしっていうんで日本人はこうそれをさこう改良に改良に改良重ねて今のあれがあるわけじゃん、まあ、その分あんまり人と話すことが減ってきてるからそれはそれで なんか寂しいなぁと思うけど、でもなんかやっぱりこのこのこのねいいいいものがすでにあるのに、それを違うレベルに持ってってもっといいものにするっていう気質があって、それを結構体感して生活している中で見ることができるから、それはやっぱいいなぁって思いますね。これは自分たちの子供も体験してるし、見てこう見比べできてるから。 やっぱり日本のすごいいいところっていうの見れてるから、いいなって思ってます。はい。で、三つ目の。ね、って思うところなんだけど。あのね。待って、これ、自分昨日の夜書いたやつ読みますね。えっと、ね。ビジネスとか。学校とか。結構まだ、この。自分たちだけでやろうみたいなところが多く。多く見れて。で。例えばさ、そのビジネスとか、学校とか。 自分たちだけでやろうとしているところっていうのはうんと他に頼らないで自分たちの力でどうにかやっていこうみたいなところは結構あるからもう結構クレームになるんだよねそれでんかなんていうのかな外からさもっとこうしてほしいとかもう,やってもうこうしたらもっとなんかできるのにとかさなんかわかるここのラーメン屋さんめっちゃおいしくて行きたいのに常に混んでるとかさなんかそれも自分たちだけでやろうとしているからこの。 なんかいいものでなんだけど、なんかこう守りまくっちゃっててこう。なんていうのかな？手放せてないっていうかさ、外にいい意味でっていうところ、結構多くてって思うことが多いのね。なんか例えばビジネスだと最近だと ubereats とかがあるじゃないで。それっていうのはすごいさ。このこうお店があってで、そこがもう。 俺らは店の中でも壊すことができるけど,できるけど外にでも,もう食わせることができるでってって奪いつつってるじゃんで。そしたらここにも託してあのここのここはここでこの自分たちのビジネスを支えてでなおかつこの人たちのことも支えてるからいい意味でちょっといろんなところを手放してる分全てがうまくいってるんだけどなんか地域の例えば学校とかうーん 見ると、なんかもうちょっと手放してあの例えばさ保護者のボランティアをもうちょっとこう集めてなんかやる時とか、うん、とそれは日常的な感じねあのイベントとかだともちろんいつもやってるじゃないその,家族あの親のボランティア集めるとかやってると思うんだけどなんか学校の例えばさ、うん、とうちの娘のクラス30人の生徒が30人で先生1人ね。で うんと今までそういう感じの大きな規模のクラスに子供が行ったことがなかったから、うん、とちょっと初め多いなって思ったわけで先生も結構あのカツカツやってる感じがするんだよねでそれもさアシスタントがやっぱ必要じゃんで多分必要な時にはそういうボランティアが来てるとは言ってたんだけどもうちょっとそれを手放してあのもう親とかに。 なんかね、あの来てもらってさあのこう日常的に助けてもらったりとかしてもいいんじゃないかなって思ったりあまりにもこのクラスの、ね、子供の数とそ,のそれを見れる大人の量が割り合ってないからなんかそういったところとかを見てるともうちょっと地域に手放したりいろんな部分を助けてもらうみたいな感じで。 やっててもい,いんじゃないかなかと思うし、そういうふうにウーバーイーストを使ってるところとかはあると思うんだけどなんか他にはさあるじゃんなんかお,お父さんとお母さんがやってるみたいな感じのそういう感じのビジネスの、うん、レストランとかまあ何でもいいけどなんかそういうのももうちょっとこう自分たちでやろうと思わないでなんかこの第2のところを使って上手にこう。 いい意味でちょっとい,いろんなところを手放してそしたらすすべてがこう丸く収まってうまくこの先行くような時代なんじゃないかなとか思ったりするところをちらほら見たりしてるかなあと最後にあのおまけだけどなんか私がこうあこういうふうになったらいいのになって思うことなんだけどね、うん、とクリスマスの時期にコストコに行ったのよ。 でココストコにあほらお肉あるじゃないでお肉なんか牛だかをこう私は見ててそしたらあのそのさパックの中にあるお肉が結構血がすげえ出てたわけなんか今までに見たことないぐらいの血が出てたの。で私,私がその見てたパックと同じのを見てるおばさんが私の隣にいたんだだからそのおばさんにさ私もうこうやってさすっげい私は頭の中でうわめ めっちゃ血出てすげえ量だなーって思ってでおばさん見てたからあのこのお肉めっちゃ血出てませんかーみたいな感じで言ったわけでそしたらその時のおばさんがえっえっこの人私に声かけてるみたいなはあとか言ってなん,かなんか気まずいしなんで声かけてくんのみたいな感じだったわけ私私よりめっちゃ迷惑でなんか60歳ぐらいのおばさんの人でで,でなんかその,そ,の,そ,のそれでさおばさんがさ あまあ、インポートされてきてきますからねだから違いでいっぱい出てるんじゃないですかみたいな感じで言 <laughs> いなくなっちゃったわけ。でなんかあーそっかと思ってなんかさあの海外に住んでた時はさそういう,こう例えば買い物に行った時とかどこでも全然知らない人がいきなり声かけてくるとかこう小さいスモ,ートスモールトークをするみたいなことが。 あのもう日常的にあってそれが自分のさ自分にも,もうすり込まれてるわけだからこう何て言うのかなうんと別に本当に何の気なしでただ言っただけだったのそのおばさんに <laughs> だけどおばさんはさ多分慣れてないじゃんそういう感じいきなり知らない人がそういう風に声かけてくるとかねだからなんかそういう感じの対応になっちゃったと思うんだけどの時も私もすげえ気まずいなと思ったしだけどその反面なんか こういうスモールトークもっとあってもいいんじゃないのかなって思うしそれに多分さ昔の時代っってあったと思う絶対に知らない人がそういうものを共通なものとかを見てさこうだよねああだよねってこうただ言ってそこで番号交換とかしないし,ないし友達になることもないけどただこう自分の思ったことをその場で言うみたいなことって昔はみんなやってたと思うんだよね。 だけどその例えばほらもうご近所さんとは声もしゃあ声もかけないなんか喋らない喋りもしないみたいな誰が住んでるかわからないみたいな感じの時代になってでほらそういうふうな会話もさしなくなってさでだから私みたいにこうやってこうやって声かけた人見て <laughs> え,え,え何みたいな感じで思っちゃうんだと思うんだけどなんかもっと そう、なんかそういうスモールトック増えてもいいんじゃないのかなとも思ったしなんかそのね関連で言うとねなんか私がさ髪の毛を変えた時にねんあのこの赤色に変えたもう結構色抜けてきてるんだけど赤色に変えた時にあの私はさ結構しょっちゅう髪を型を変えるからあんまり人の反応とかどうでもいいし気にしてなくってで自分結構さ髪変えてもさ自分が髪変えたことなんて忘れたぐらいで生活してたりするのね。だから でも今回はこのいきなりこうさ普通この色がバーンって赤に変わったことで子供とかにも結構気づかれたわけでなんかそのそれこそそのほら保育園の先生とかさにさもうさなんか「あ髪型変えた」とかってね言われたりとかあと朝会う近所のお母さんとかにも「あ髪型変えた」とか言って言われたんだけどその時にさみんなね「あ髪型変えた」って言うんだけどあー 変ああえたねーっ,てってそれでで終わるわるけで私的にはなんか今までだとなんか海外に住んでるとさ「ああ、You change your hair! I、like it」とか、まあ、似合ってないとか似合ってる似合ってないとか、ah, 私のその髪の色あんま好きじゃないとか言わ思われても絶対にネガティブなことはあんま言わないわけ結構みんな「あナイスだね」とかさ「あ Like! It」とか好きな似合ってんじゃんとかさなんか何かしらこうなんつうのかそれの その髪型に対してとか、こう、変えたこととかに対して、何かしらこうさ、コメントをしてくれるんだけど、なんか、私が経験したのは、この、あ、髪型変えたね、あ変えた変えた、つっ,っててで、私はさ、その、はん、コメントされるのに慣れてるからさ、あ、なんて言うのかなって,って、あ、そうそう、変えたぜ、はい。つって待ってるんだけど、でもあっちではもう終わりなの、そこで会話は。わかるもう。あの、それで、それで私が思ったのは多分、 みんなさこのさ自分が思ってることを上手にこう言葉にするっていう風に育てられてきてないじゃんそういう教育を受けてきてないからそう何て言うの外でねあの人に会ってさあ髪型変えたとか気づいた時に言うんだよ「髪型変えたね」って言うんだけどそこでそれをナイスなのか何か分かるんか,なんか,わか,んなか。 コメントするななら、なんか私もそれでさなんか言うのかなと思ってニコニコして待っててあっそうですよみたいななんかもう似合ってる似合ってる私の中でどうでもいいけどなんかそのその後に会話があるから髪型変えたねって言って始めたのかなと思って私はそれで待ってたのねなんだけど結構そうじゃなくってで大体結構そういう反応する人が多かったからあ、なんかみんななんていうのかな気づいたよ変えたのは気づいたよ でだけどナイスだのかナイスじゃないとか思ってなくてもそこはまあ言わないのだなと思ってでなんかそれがなんか面白いなと思ってさでもう私が何を言いたいかというとこの2つの,あのイベントから思ったことは多分そのもっと思ってることをポジティブなことなんであれば言っていいんだと思うし顔向かってであとそのなんていうのかななんか結構その。 まあそれはもしかしたら海外でもあるかもしれないし日本でももちろんあると思うんだけどそのこの何か言うことに対してこれの言葉に結構意味があったらそれを完結させた方がいいと思うんだよね。<laughs> なんか分かる投げて終わりとかだってさなんかない結構いろんな人のビデオとかさ私のビデオでもたまにあるけどこのあのコメント残す人でさこう完結させてほしい。なんかその バンって言うんであればその最後じゃあ自分がどういうふうに思ってるのか最後まで完結すれば意味がある言う意味があるんだけどそれを完結しないという意味はないんじゃないかなって私は思うわけ私の目線でねだから何かこの2つの出来事は結構なんだろううん似てる似てないんだけど なんかこの2つを通してなんか私はそういうふうに思ったんだけども皆さんどうでしょうか <laughs> どううううででししょょかか思います、ね、結局そこには文化とかこの歴史とかも関わってくるからいきなり私がこういうことをポーンっていうことによってまた全然違う目線だからねあの違うのかもしれないんだけど私はなんか純粋になんかそう思ったりとかしてなんかそんな感じで生活してます。はい 面白いなっって思ったことありますかこう何か面白いよな日本の人ってこういう講演で言うけどこういうの面白いなみたいなに思ったことありますかもっともっとみんな言っていいと思うそしたらさ今後の子供たちがさなんかもっといい風になっていくじゃん。なんか今ってインターネットでコミュニケーションが多いからこの言葉が少ないと本当にあに説明できてないよね。 だからそれとかもそうだしなんかこの先さこの子供を育てていく上でもっとこの自分が思ってることをポジティブなんであればもっとこう言っていいんだと思うしなんかそういう世界づくりをしていけたらいいのになとか思ったり <laughs> 何を言ってるんでしょうか私はそう思いました、はい、今回のビデオはうんとちょっと真面目そして長い感じになりましたが見ていただいてありがとうございました皆さんのの日本いいいなっていうとところと やっぱりえみたいなところがあればぜひコメントの方で書いていただけると嬉しいです。なんか結構あそうだよねとかさあ私も思ったけど忘れてたとか絶対いっぱいあるはずなんでぜひ教えてくださいね。ということで今回見ていただいてありがとうございました。次のビデオで会い,会いましょう。<laughs> バイ